どうも、世界数少ない100億人のカラコアの皆さん、おはようございます。おはようございます、ハロー西です。はい、1月7日です。はいはい、普段あまり来ない特定日のお店にまず来てます。はいはい、いやーね、年末もここ来たんですけど、その時はちょっといまいちだったんでね。切れてる切れてる、ヤッホー。はい、今日は行ってほしいですね。そうね、はい、年末みたいになんないでほしいですね。まあダメだったらね、普段行ってるお店に行って、稼働していきたいなと思ってます。はい、はい、立ち回りできるからいいよね、こっちはね。そうですね、うん、結構お店が隣接してますからね。うん、はい、頑張りましょう。頑張りましょう、行ってきます。よし、はい。どうも、はい、こんばんは。1月7日の結果発表していきます。はい、こんばんは。テンション高いね、君ね。もちろんですよ、それは元気にいかないとね。そうね、はい、はい、今日はですね、まあ7が強い特定日のお店にまず行きました。はい、うん、であんまり空いてなかった、やっぱりね。ねえ、まあでも愛さっちゃ愛さんじゃない。空いてましたか。たまあシンフォもね、はい、23、4ぐらいはあったわけだからね。あーまあね、まあ、まあまあって感じだよね。確かにね、うん、まあ、シンフォとケージ打ったんですけど、でもその2機種ぐらいしか打てる台なかったなっていう感じでしたよね。ですよね、うん、はい。まあ僕さ、西村さん24、うん、まあ、22.5 から23ぐらいですね、うん、はい、で、出玉ケージなかったら、まあまあいっちゃいいのか。いいと思うけどね、いい方だと思うよ俺は。日当2万超えんじゃないの。はい、うん、多分。あ、西村さん、あのシンフォギャやってる時に、そういえばなんだっけ、言おうと思ったことあったんですけど、まあまあね、右手でハンドル持ってます、うん、左手でカメラ持ってます、うん、まあ、分かるんですけど、うん、弾増えるんだったら打つ方に集中してほしいなっていうの、僕は気持ちとしてあるんですけど。ああ、前散歩中、前散歩中、あれは俺も思ったんだけど、はい、まあ、俺取れたから優先したいなと思ったから、はい、うん、まあそっちにした。ああ、うん、で全部やめるわけでもないから、はい、まあ8割7割ぐらい前散歩やってたって感じ、はい、うん、だってまあなんかね、どっちを立たすかみたいな話になるけど、はい、うん、まあ、やっぱボタンを押してる姿とかないとね、ハテナになっちゃうからさ、はい、動画見てる人がすると、はい、何してんのってなるから。あ、でも僕らはそういうスタイルだからいいんじゃないですか。勝つっていうことをちゃんと勝てるんだよっていうのを教える、まあ、はい、でどうですか、そう思いますよね皆さん。まあ俺は取るけどね。いや、取るのはもちろん取りますよ、うん、取る。ボタンを、ボタンを押すのはいいんじゃないですか、うんうん、ボタンを押すのは捨てちゃっていいんじゃないですか。ダメ、押す、押します。僕はそうですか、はい、7割やってるから、テンさん。それでも、まあ、ちょっと減るかもしれないけど、うん、まあそこは許してくれ。別に毎日シンフォ打つわけじゃないから。はい、結果ありましたね。ちょっと喧嘩しそうなんで、ちょっとここら辺にしておきます。はい、で、お店変えまして、うん、2店舗目で、北斗へとね、行ったんですよね、うん、それが結構回った。うん、うん、ねえ、回ったな。はい、うん、でも、もっとありますよ。25とかでしたよ、26。俺が打ってた台は25とかあったかな、25。僕26で、うん、まあ、2台目行ったら29だったんですけど、うん、多分29ぐらいだと思います、ポテンシャル。あ、そう、うん、うん、あんだけ空いてれば、はあはあ、長くしたかったね、はい、まあ結果としてはそこに行ってた方がいい、朝から行った方が良かったなって僕は思ってますね。うーん、なるほど、うん、はい、朝からあんな何800人近く並びましたね。ね、すごいよねあれね、うん、素晴らしい、さすがとしか言いようがない、うん、まあたくさん並んでるからいいってわけでもないんですよ。そうね、うん、それはもう今日のね結果が物語ってますから、はい、うん、首のね、うん、
ねえ、うん、まあいいや。はい。そんな感じでございます。うん。はい。今日の収支は、はい。いくらだっけ？ちょっとまだ出してないんですけど、6万7000円ぐらいだったと思うよ。だったと、そうすると。一応確認しようか。はい。今日の負け額は、6万4351円。はい。ツラタン。ツラタン。ピエンだよ、ピエン。ピエン。ピエンですね。いつこのトンネルから抜け出せるのか。本当だよね。負けすぎ。なんだかんだね、月ベースでプラスではあるけど。うん、不安になっちゃうよね。明日こそ勝ちます。はい。あ、お待ちください。はい。はい。必ずや。うん。はい。まあ、もう、ない。ネタも特に。はい。ないっすよね。うん、昨日夜共に来た女の子は何だろう。なんでその話するんだ。ネタがないっていうから提供しようかなと。いや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 。その話はしないでいいんですよ。あ、いいの。はい。まあ、僕優しいんでね、その子にベッドを貸してあげてたんでね。はい。はい。僕は床に寝て、結構整った環境じゃないと、寝れないんですよ、こう見えて。うん。神経質なんですよね。めっちゃそう。うん。夜寝てて、携帯が、なんだろう。もう音もなんない、バイブもなんない状態にして、携帯が光っただけで起きますからね。ほんと神経質な。うん。でも僕、昨日夜あれですよ。二人、これは、こいつはね、下で寝てるわけですよ、かなこちゃんは。はい。あともう一人の女の子がね、うん、下で寝る、言い始めて、僕は上寝てるわけですよ。はい。で、じゃあそろそろ寝よっかねって電気パッチリ消して、うん、うん。で、なんか下でイチャイチャちょこちょしてるから、してないよ。何かなと思って、うん。で、真っ暗闇の中にスマホだけ上からこう、ちょっとこうやって出して、フラッシュ焚いて写真撮ったら、かなこが裸だった。はっ裸だって女の子恥ずかしそうにしてる。何してんの。まあネタですからねそれ。まあいやいやいや。だとしても、うん、楽しそうだった。楽しかった。うん、また来てください。はい。そうしてください。はい。以上。以上です。はい。はい。じゃあまた。はい。バイバイ。